プトデバイス、インタラプトレビデンシオ、KVM をアームユージングパスするというも長いタイトルなんですけど、始めさせていただきます。簡単に自己紹介なんですけど、株式会社イーゲルというところでエンジニアしていて、ランチといいます。最近の仕事は、この発表の内容も含むんですけど、KVM をアーム環境で動かして、その上でいろんなベンチマークの測定であるとか、いろんな機能をどうやって使えるのか、本当に使えるのかとか、そういう調査の仕事をやっていて、あとは、Qt でやってるウェブ言語を使った、UI のアプリ開発とかもやってます。で、今回の発表の概要で、イントロダクションとして、タイトルにもある KVM とか、パスする、ハードウェアのバーチャライゼーションの簡単な説明を始めにします。で、あとそこから実際に取り組んだことの、準備であったり、どういう実装が必要になったかと、で、結果と、ケーススタディとしてもうちょっと延長し調べたことも発表します。まずイントロダクションですけど、KVM って何かって話で、これはとても有名なんで、ご存知の方ほとんどかもしれないですけど、カーネルモジュールですね。でこれロードするとカーネルがハイパーバイザーとして動くっていうものになります。KVM はサポートしているプロセッサーが、いくつかあります。インテル、AMD と何年か前に ARM も入ってきて、 ARM 環境でも KVM が動くということになっていて、ただし KVM は QMU という、ハイパーバイザーと一緒になって動きますというのが KVM です。で、パスするタイトルにありますけど、デバイスバーチャライゼーションというのは、この3つ、大きく分けてこの3つに分類される。でまずフルバーチャライゼーションというのがあります。これは、実デバイスを完全にエミュレートする仮想デバイスをハイパーバイザーが提供します。なので、そのエミュレーションのコストというのは大きくて、パフォーマンスが、低いと。でパラバーチャライゼーションとかっていうのが出てきて、これが、仮想環境に再帰化された仮想デバイスを提供します。ハイパーバイザーの仕事を減らすような、仕組みになっていて、でゲスト側は、デバイスドライバーが別途それ用に必要になってきます。ですが、それはその分インプルパフォーマンスがすごい改善されるというものになっていて、で最後がパッシブです。これは、ゲスト側が 実際にデバイスをネイティブ環境で使っているのと同じぐらいのパフォーマンスで使えるんですけど、エクスクルーシブで、そのゲストがそのデバイスパッシブして使うと、他の、ホスト側、他のゲスト使えなくなります。なんでそういう用途向けのものですね。なんで、他のデバイス、他の、いくつかのホストゲストでデバイス共有したいという場合には向かないんですけど、すごい良いパフォーマンスが出ます。で、今回の発表、このパススルーについてのレイテンシーについて調べるんですけど、ネイティブ環境ぐらいのパフォーマンスが出ますけど、バーチャルリスの影響は受けます。なのでそのレイテンシーっていうのはどれくらいなんだろうっていう疑問があります。で、今回は、USB デバイスとして HID の入力デバイス、マウスとかキーボードみたいな単純なものにおける遅延を見ていきます。遅延が発生するところっていうのは USB の場合ホストコントローラー、USB ホストコントローラー
における遅延を今回は、調べてみます。まあ、大体こんな感じの内容の発表を、これから内容で発表します。で、ここから実際にやったことの、まあ、環境の準備の話です。でこの、まあ、何かともあれ、アーム上での話なんで、アームが乗ったボードが必要です。で、うちの会社は、まあ、ルネサスさんから、まあ、車載ボード何年かいろいろやってて、で、M3 っていうボードが使うことができたんで、まあ、これを使ってやってみようっていうことになりました。でここには、まあ、スペックをちょっと載せてみました。まあ、本当これ以外のたくさんの機能があって、まあ、いろいろなことができるボードになってます。まあ、USB の OTG っていう、Nintendo OTG っていうのがちょっと大事になるんで、押さえておきます。この図は、さっきのボードで KVM を、入れて、その上でゲスト1枚、起動したで USB デバイスをつないで何かイベントを送ったら、どんな流れでそれが、通達していくのか表しています。まあ、まずイベントを切って、まあ、存在するものとして、USB ホストコントローラーが、まあ、これ本あの実デバイスのホストになって、でそれを、まあ、そのつながっているデバイスをパスするしていって、QM 側で、仮想デバイスとしての USB ホストコントローラーもあります。で、まあ、何かイベントが来たら、まずこのホスト側のホストコントローラー、まあ、ホストって紛らわしいんですけど、ホスト側ホストコントローラーに入れてきて、でそれに対する割り込みハンドラーが呼ばれます。よかったな、ワイルスメイクさん。ワイルスメイクがこれです。まあ、イベント来て、まずホストに来て、ホストの割り込みハンドラーが呼ばれて、で、QM の側にある仮想 USB ホストコントローラーにイベントが来て、まあ、割り込み発生しても次ゲスト側カーネルの、ホストコントロールドライバーの割り込みハンドラーが呼ばれると。で今回遅延を測るんですけど、まあ、ここに、まあ、ここまでで同位遅延がこの間のインターバルの遅延を測っていくという話です。で、まあ、イベントが来る、まあ、実際にここに USB デバイスをつないでるんですけど、何をどんなものつないで、まあ、イベントさえ送れればいいのかっていう話がありますけど、まあ、遅延をよりなんかフレキシブルに細かく調べたいんで、どういう、ニーズ、あんな要求があるかっていうと、まあ、たくさんのイベントを定期的にバンバン投げるようなことができればいいんです。でそれをじゃマウスとかキーボードっていうデバイス、まあ、本物のものを使って、まあ、ポチポチなんか押してやるっていうのはなんか大変というか、まあ、不可能に近いので、今回はさっきのボードを、HID ガジェット化して、まあ、さっきの OETG っていう機能がありましたけど、その機能を使って、まあ、ボードをもう一つ使って2台で計測すあっていう環境で測定するっていう話になりました。まあ、この図にするとこんな感じで、まあ、さっきのイベント投げてるデバイスが、まあ、これボードをもう一度使ってると思ってほしいんですけど、でガジェットとして使うデバイスのタイプとしては、まあ、イベントを、まあ、投げれればいいんでキーボードとかマウスとかありますけど、まあ、マウスで十分だってことで、マウス、イチェリーマウスタイプを選んでガジェット化するという方針にしました。で、まあ、測定遅延を測るので、
まあ、対話が、まあ、もちろん必要になってくるんですけど、今回はさっきのゲストホストとゲスト側での割り込みがあった瞬間に時計を見たいですね。一般的なシステムクロックで、時間を取れば、何か測れるということになるんですけど、システムクロックのホスト側とゲスト側で異なるので、単純にそこの差分とか計算しても、ダメなんですね。じゃあどうするのかっていうことになって、まあ、さっきのボードには実はハードウェアタイマーモジュールの TMU っていうのがあるんで、これを使うことができれば、まあ、ホストとゲストで独立して依存せずに同じ時計を使えるっていうことになって、まあ、これは使うことができるんで TMU っていうのを調査へと言ってください。で、まあ、ボードをガジェット化するっていうのに必要なことは何かっていう話で、まずガジェット側のボードで動かすカーネルには、HID ガジェットっていう機能を備えるために、まあ、メニューコンフィグとかでそれをエネーブルすれば、まあ、簡単に機能を使えるんですけど、まあ、ここに挙げたカーネルコンフィグを全部、エネーブルしてあげればもう OK です。でするとガジェット側のカーネルには、まあ、ガジェットとして動かすっていう機能が備わりますが、それだけではダメで、実際にデバイス化するためには、スクリプト、まあ、起動スクリプトっていうのが必要になってきます。でそれが、まあ、ここに書いた URL が非常に参考になりました。まあ、これの中で、まあ、これちょっと載せたんですけど、まあ、UDC と USB デバイスコントローラーデバイスっていうのが、あります。これはシスクラス UDC の下に、まあ、自分の使っている環境のものをちゃんと設定してあげるっていうような、まあ、他にもマウス用なんで、まあ、この全く同じのは使えなくてちょっと変えるところありますけど、この起動スクリプトが必要で、それを動かすと、まあ、DB の下に HIDG0 という、まあ、ガジェットとして使えるデバイスファイルが出来上がります。までが、環境のセットアップの話で、次は実際に実装、まあ、必要になってくる実装の話で、まあ、時計を操作してその時間を経て結果をどっかに出す、まあ、イベントを送るプログラムとか、そういうのは、どうやって書いたのか、どんな内容かという話で、まずカーネル側で、これホストカーネルなんですけど、ホストランボードのカーネルで、割り込みあった時に、さっきの TMU っていうタイマーモジュールのレジスターを呼び書きするっていうことが必要になってきます。でホスト側では、まあ、時計が、まあ、そのタイマーモジュールっていう仕様見ると分かるんですけど、まあ、リセットとスタートすると、まあ、リセットのある状態からどんどん時間が経過する。でゲスト側に割り込んできた時、そのまたその時計を見て、内容をプリント系で表示してあげるという処理を書きました。で、まあ、ホストは TMU の、まあ、指定したアドレスにアクセスすれば、まあ、使えるんですけど、ゲストも、まあ、そうなんですけど、ホストとゲストは、まあ、メモリの空間が別なんで、ちょっと、まあ、それ普通にホスト同様にはできなくて、メモリのマッピングっていうのが必要になってきます。で、まあ、その、まあ、そういうメモリの、マッピング処理っていうのはどこでやるかっていう話で、これは QMU でできます。まあ、やり方はいろいろあるかもしれないんですけど、私は今回は仮想デバイスを1個、まあ、メモリマッピングするためだけの、特にデバイスして何か使うというわけじゃないんですけど、そのためだけのデバイスを作って、
その中の初期化の関数の中でそれをやるということにしました。でその際参考になったファイルっていうのが、ここのアウリルのハードウェアミスクの下にあって、これを見るとまあやりやすいと思います。でまあメモリマッピングの処理をちょっと載せてみました。でこれまず DevMemory か Postgre の Debian をオープンして、その FD から Mmap で自分の使いたいメモリ領域を Mmap で取ってきます、まあ、今回の場合 TMU のレジスターのある領域を Mmap します。データマップアドレスをこの最後の2行は QMU の関数になりますけど、この3行目のメモリーリージョンイットラン PTR っていうのは、メモリーリージョンっていうのは QMU であって、メモリーの領域を表す、データ構造があります。それに対して、まあ、今言ったマップドアイアドレスを設定してあげる、その設定されたメモリーリージョンというのができます。まあ、デバイスネームというのは今回作るデバイスのタイプにしている名前で、まあ、名前を持つとそのリージョンのオーナーとかが設定されるようになっています。で最後にメモリーリージョン、アッツサブリージョンというのはこれは仮想マシンのラムに今設定した、まあ、TMU のアドレスが設定されたサブリージョン、メモリーリージョンを設定し、を貼り付けるという関数になって、それを貼り付けることによってゲスト側からもその TMU のレジスタにアクセスできるということになります。というのがゲスト側でちゃんと TMU にアクセスするために、必要な処理になる。で QMU の実装の、まあ、ついでパススルーするときに TMU の起動スクリプトに、まあ、この赤い2行が入れます。USB のホストコントローラーの仮想デバイスを追加するのが1行目 で、どのデバイスをパスするしたいかっていう指定ですね。でそれに情報は LSUSB-T とかしてあげると、じゃあと出て、パスするしてデバイスを設定するという感じになって、まあ、3行目はさっき、デバイスに自分の作ったデバイスの名前を指定すれば、その作った仮想デバイスを、組み込んだ形で QMU からスタートします。まあ、こういうスクリプトを作ったりする必要もあります。で、測定するために、まあ、イベントを送るっていうプログラムもガジェット側のボードで動かしてあげる必要がありますが、それはガジェット溶かしたときさっきのデブス、スラッシュデブ HID-G0 でデバイスファイルができて、これにイベント書いてあげる、まあ、マウスのイベントをどう書けばいいかとか、そういうのも、ね、ドキュメントとか参照していろいろやりました。で、まあ、FD、その対応する FD に書き込んでイベントを送ります。こういうイベントが来て、ゲスト側にカーネルプリント系した、実際に遅延時間がどんどん出てきます。まあ、D メッセージすると確認できますけど、ダッシュ W とつけてあげると、たくさん、まあ、D メッセージのバッファーサイズを超えても、それ消えずに継続的にザーッと出てくるので、それをファイルにリダイレクトして、結果を取ってみました。でここまでが、まあ必要になった実装とか準備で、実際に計測した結果を発表すると、これは、まあ、1万回イベントを投げました。で10ミリセックインターバルで投げました。あまり短いと受け付けなくて途中で止まっちゃったりするんで、ある程度インターバルを、間に置いて送る。で実際に、ホスト側、ゲスト側の割り込みの間の遅延が縦軸になります。これマイクロセックですけど、まあ見てわかるのは、
まあ、ほとんどは100から400マイクロセックの間に入ってきてて、ちょっと200から300かちょっと間が空いていますけど、まあ、ほとんどここラインに入っていく。たまにすごい大きいの遅延もありますと。でどのどれぐらいの頻度でこんな遅延が発生するか、頻度を見たかったんでヒストグラムにしてみました。だいたい150か200、まあ、さっきが濃かったところが大きくて、次にちょっと200、300あたりがへっこんでるんですけど、まだ濃いところがここに来てる。ですけど大体150か200であるっていうのが分かったという結果を得ました。まあ、これ50マイクロセクごとのヒストグラムなんですけど、さっきのたくさん出てたところがやっぱりここが一番頻度が多かったっていうのが分かりました。で次、まあ、ケーススタディとして今測ったのはホスト側からゲスト側でのイベント送信の遅延でした。で、まあ、逆も考えられるので、今度はゲストからホストっていう方も含めた遅延を測ってみます。まあ、測り方はさっきと同じように HID ガジェット使うんですけど、今回キーボードでやってみます。なぜかっていうとキーボードにはまあキャプスロックっていうキーがついてて、まあ、それを押すとそのキーのランプが点灯したり消えたりするとか、それはイベントが行った後に向こうから送り返してくるイベントがあるという往復しているわけですね。でそれも送った後帰ってくるっていう往復の時間を今度見てあげるっていうのを考えて、で、結果がホストとゲスト側、ホストっていうのは、まあ、何にも仮想化とかせずただボードに、キーボードとつないで押して帰ってくる間っていう、ただ、まあ、普通に自然な環境での話と、さっきの KVM でパスするした場合とでどういう差があるのかっていうのを、見てみます。まあ、準備することは、まあ、そんなにさっきほど大変じゃなくて、次キーボード用にのスクリプト書いてガジェット化してあげるとあんまり変わらないんですけど、まあ、細かいところとしては、まあ、さっき、イベントガジェット側からイベント送信するプログラムをただ送る、定期的に送るだけでした、まあ、で今回はそっち側で時間の計測もするんで、データを書き込んだ後フィードバックがあるまで待つ。でその間を、クロックゲットタイムに関する、まあ、今度はシステムクロックを使って測ってみます。測った結果どうなったか、こんな感じの結果が出ました。紫色がホストで、これは自然な環境で、だいたい2ミリセック、ただ、マイクロセック2000あたりに来てて2ミリセックぐらいかかってます。でそのホストに対してゲストがパスするした場合ですけど、ちょうど1ミリセックほど遅くなってたり、もう2ミリセック遅くなってたりっていうのはちょっとあったり、だいたい1ミリセック、ホストより遅いっていう結果を得ました。なんでこんな、きれいに1ミリセック遅れちゃうのかっていうのは、多分 USB のホスト側が、インタラプト転送っていう仕組みを採用して、こう HID の場合、インタラプト転送っていうのをやってて、それはホスト側からデバイス側、ガジェット側にデータを定期的に要求するっていうのがあって、それの、インターバルっていうのは実は1ミリセックになってるんですね。それが、パススルーした場合はそっちの影響が出て、ちょっとその1ミリセックとか遅くなっているタイミングの、問題で、そういうのあるんじゃないのかなっていう予想ができますっていうケーススタディの結果はこんなんで、まとめてみると、まあ、同じようなことなんですけど、だいたい割り込みの遅延っていうのは100から200マイクロセックっていうのが、今回の、
まあ、HID の入力、USB HID の入力デバイスにおいては、かかりました。で、まあ、HID デバイスのにを使うっていう、これキーボードとかマウスを使うっていう場合においては大したそんなに大変な支援ではないと言えます。で、一般的な USB のパスとか他のデバイスのパスとかだと、まあ、参考にはなる結果になると思いますけど、それはまあ測ってみるとわからないんですね。まあ、ケーススタディの結果はまあさっき言ったような感じで、USB の使用の影響を受けているんじゃないかっていうことがまあ言えそうです。という感じで以上なんですけど、何か、ご質問などがあれば。すみません、パススルーリビューデバイスっていうのは何でもありなんですかね。いや、何でもありじゃないです。対応しているデバイス、GPU とかもできますね。さっきの MCD っていうボードを見ると PCI Express って言ってたんで、それがどのぐらい遅延するのかなって若干興味があったんですけれども。このボードで、はい、ゲストだけに PCI Express 占有させたいっていう使い方は多分できると思うので、パスル対応してたらそういう用途っていうのはきっとあると思ったんですよ。はい。なんで、まあ、それも割り込みなり転送なりで必ず遅延は発生すると思うんですけど、今回の USB の結果とどのぐらい差があるのかなっていうのが興味があったんですよ。なのでどのぐらいどのデバイスでもできるんですかっていう聞き方でした。どのデバイス、いや、このボードに載っているデバイスの中でパスするのドライバーがかけるものはどれになりますか。 USB 以外で USB、まあ、多分このボードには、アップストリームの QMU とかだと、まあ、PCI は多分特別ですね。基本的にもう ARM のプラットフォームであれば、それも共通だと思いますから、まあ、PCI の方が多分大丈夫だと思います。もちろんボード専用の、プラットフォームデバイスとかだったら、まあ、そこに QMU のタイプ入れないといけないんですけど、まあ、ネットワークとか PCI とか、そして一般的なデバイスは基本的にこのボードだけじゃなくて、まあ、他のも多分あるかもしれない。QM がスタブを持っていればっていう。そうですね、そういう気になります。他にありますでしょうか。あ、はい、まずこのプレゼンすごくなんか役に、後で見たときにすごく役に立つような気がするので、どうもありがとうございます。なんかガジェットを使うときとか、おそらくこのプレゼンを見たらやり方がわかるかなと思いますので、すごくいい資料だなと思いました。あ、で、質問ですけども、HID の、 イベント の、 遅れが1ミリセック単位になっているっていう話があったわけじゃないですか。で、その1ミリセックっていうのはどこから来てるかっていうのはもう一段ちょっと掘り下げてみたらいいかなと思うんですけど、そもそもそういうふうにポーリングの間隔がもう1ミリセックになっているのか、あるいはその、動いている OS のインターバルタイマーの間隔が1ミリセックだからそれに合わせられているのか、その辺がちょっと知りたいな。何かそういったことに関してはもう一段調べてみる、ね、もう一段調べないと分からないですけど、どこから来ているのか。はい、そうですね、明らかにマウスドライバーが意図的にも1ミリセック間隔にしているのか、だったらそこを変えればそこも変えられる必要が変えられるし、あるいはOS の刻むインターバルタイマーの一番短い間隔にあっているならば、完全なコンフィグを変えてOS のインターバルのタイマーを価格を伸ばす、あるいは逆したら影響を受けて変わるのか、そういったところがあるんですよね。なるほど、わかりました。はい、そこが興味があります。はい、きっとイーゲルさんの中にはそこら辺 の、 トレースだとかそういうことのノウハウを持っている人もいっぱいいる。他にありますか。さては今の質問に関係するんですけど、インタラクトセンサーを使ったんですか。ああ、そうですね、マウスとかキーボードは使っているみたいですね。やっぱり1ミリってその確認上の最初の単位だから、
ていうのが今考えてます。1ミリ単位しか処理してないから、それ以上のやつは次の地図に報告すればいいって考えてるっていう。いい予想ですね。分かりありますでしょうか。疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあ、終わりたいです。